舞です。今回は東京九州フェリーのウィズテッドルームで横須賀から新門司に行ってみます。横須賀を23時45分に出て、新門司は翌日21時着、21時間の船旅になります。20時45分に接岸して、3時間後の23時45分に出港する。慌ただしい船でトラックが多いと出港が遅れたりします。今回私はワクワクしすぎて横須賀に早く着いちゃいました。入り口入って左側が発券カウンターです。トラック150台、乗用車は30台入るのですが、今日はトラックが満車で出港が遅れるとのことでした。運転手以外は徒歩乗船となります。通常は23時頃から乗船開始ですが、この日の乗用車は24時頃で、乗船後すぐの出発。出港は遅れますが、到着は予定通りとなっていました。トラックを全部入れて最後の空きスペースに乗用車の乗船が遅れる理由が分かりました。私は先に徒歩でレイ君と乗船して、部屋で飲みながら待つことにします。23時ちょっと前に乗船口に行ったら、犬連れだったので先に乗船させてもらいました。部屋の大きさは12畳くらいあって、セミシングルが2台、ロッカー、ちょっとしたテーブルと椅子、白いドアが出入り口、使い捨てのスリッパがありました。電気ケトル、お茶セット、ドライヤー、ティッシュ、コロコロがあってよかったです。ダイキンのエアコンで温度調節可能。シャワーがカーテンではなく独立しているのがいいです。シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、バスマット、バスタオル、フェイスタオル、ハンドソープ、歯ブラシ、コップ、一通りあります。遅れること30分、出港しました。レストランは飲みどころになっていますが、レイ君がまだ部屋に慣れてないので、部屋飲みして寝ます。おはようございます。本州最南端のある、紀伊半島の右側あたりです。レストランが1時間しか開かないので、それに合わせるのが大変ですが行ってみます。ご飯、焼き魚に味噌汁、パンを食べる習慣がないので和定食があると嬉しいです。
現金以外にカードが使えるのもいいです。ただ衛星回線なので時間かかりました。お支払い方法を選ぶ。クレジットカードを通してください。店内を見てみます。4階は売店とツーリスト S とツーリスト A。 S は大部屋なのですがドアで仕切られていて個室感がありますが、ドアの下に隙間があったりと完全な個室ではありません。 A は2段ベッドになっていてロールカーテンで簡易的に仕切ることができます。中央が吹き抜けになっていて、売店の横を入るとウィズペットルームが2部屋あります。これが結構後ろで廊下が寒いです。401、402がワンコ部屋です。乗船券の QR コードが鍵になっていてかざすと開きます。窓の外は通路になっていますが、航海中は立ち入り禁止なのでプライバシーは確保されます。逆に窓を拭きたかったのですができません。この日は波が高く基本外には出られませんでした。この船220メートルあるのに結構早いです。最後尾、航海中はいけませんが右に行くと車両甲板に通じる階段、正面がドッグランです。酔わないやつ。レギュラーが260円、ビッグは300円。お湯はありますが、この船に電子レンジはありません。貴重品入れと衛星回線の電話。5階です。ツーリスト S と A のほかステートがあります。ステートから上が完全個室でシャワーと入れ付きです。ウィズペットもステートです。船首にフォワードサロンがあって船長気分になれます。ここは飲食禁止になっていました。人がいないので静かに読書したい方は良いかもしれません。休憩スペース、キッズルーム、レストランがあります。6階です。
私はスポーツルームで飴玉1個分カロリーを消費しました。大浴場とサウナ。時間によって映画かプラネタリウムになります。部屋はステートとデラックス。デラックスはバスタブと専用バルコニーがあります。姉妹船浜ユートスライド。新文字に21時なので昼飲みに期待しています。下地は部屋でできているので。レストランではレモンサワーからです。私はマグロの刺身と黒豚餃子、相方は梅おろしそば。過ぎちゃうと運転できなくなるので、ほどほどにして部屋に戻ってお昼寝タイム。夜に新文字についてどうするなんて思っていましたが、昼間に寝ているので下船してから移動する元気があることに気がつきました。最後の食事に向かいます。九州っぽく豚骨ラーメンとチキン南蛮。美味しくいただきました。残りの2時間でシャワー入ったり片付けたりしてました。